第2回と3回大会を制した五十嵐文雄。彼はその特徴のあるステップで観客を釘付けにしました。ステップこそ選手の個性の結晶であり、最新の注意が要求される高度な技術です。これは14年前の演技になるわけですが、ジャンプも確実だし、よく滑ってますよね。この頃はトリプルアクセルは別として、一通りトリプルジャンプが飛べる、そしてコンビネーションジャンプも飛べるっていうのが、どの選手にとっても当たり前っていうような、そんな時代に入ったわけなんです。でその頃どうやって個性を出していくのか、どうやってその特徴を出していくのかということで、非常にステップにも力を入れたっていう思い出がありますね。テンポが変わりました。ストレートラインステップ、このあたりも表現力といいますか、なかなかありますね。そうですね、はい。特徴ある終わり方ですね、はい、エンディングも鮮やかでした。